3歳池崎の実家はタバコ工場で、池崎が幼稚園の頃、父親のタバコの不始末で自宅が全焼した。父親は工場を建て直したが、再びタバコの不始末で全焼した。3歳池崎は、1日平均30回以上、多い時は60回以上叫んでいる。3歳池崎は、収録中に本気で叫びすぎて、失神したことがある。マジタジクラミ？どうしたの？どうした？どうした？マジか？マジのやつや。え？どうしたっけの？マジタジクラミっすよ。